続いて踊っていただくのは今回初参加となりますゆりもんじゅの皆さんです。はじめにチーム代表者の方にインタビューを行います。皆さん拍手でお迎えください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回すいません今回初参加ということで、ぜひ今回のお祭りへの意気込みをお願いします。はい、私たち、ゆりもんじゅは、チームが立ち上がってから5年というまだ歴が浅いチームなんですね。で、今回のこのよさこいソーラン祭りへの出場は初めてとなります。さらに、今年の演舞から大道具であったり小道具であったり、様々な演出を施したんですけれども、そちらも本当に初めての挑戦になります。そんな、私たちの初めてが詰まった勇姿を、ぜひ全国各地の皆様に見ていただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは演舞の準備をお願いします。はい、初めての学生チームなんです。東京の立教ですよ。立教ですね。はい、初めて、俺も去年ぐらいにしました。改めまして、続いて踊っていただくのはゆりもんじゅの皆さんです。こんにちは、立教大学の学生を主体に活動しているゆりもんじゅです。今年度演舞翡翠は人々が崇める神であり、しかし恐れをなす鬼でもある夜叉がテーマです。ゆりもんじゅ初となる大舞台をご覧ください。それでは踊っていただきましょう。ゆりもんじゅの皆さんです。どうぞ。こんにちは、私たちはゆりもんじゅと申します。初出場ではありますが、精一杯演舞させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、白夜の空に生まれいずるは、オーバーが出た。